やっはろー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジアジョギニハマです。はい、現在3月18日土曜日の午前12時35分ですね。はい、ニジオンアニメーション11話ですね、 YouTube で見ていこうと思います。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。それでは行きましょう。3、2、1、スタート。ジョイポリスか。靴がボロボロやな。こう幼馴染やもんね。しおることランジもね、あ、香りこもる。全然ちゃうやん。そっちね。なるほど、ユウの想像とちょっと違ったな。ボフ。なんというほのぼのエピソードや。はい、ということで、ほのぼのエピソードでした。まあなんかね、そのランジュと、ユウが、ジョイポリスとかいうとこやね、確か、東京やね、ジョイポリスって。ゲーセンかな。なんかでジョイポリスちゃんと出てたな。あれや、去年の冬アニメの彩り緑や。確かあれでジョイポリスがそのまま出てたんよね。ジョイポリスって何やろうとか思いながら、まあそこに新しいアトラクションできたし、みんなで行こうかって言うけども、いやー、ユムはもう真面目やね。ライブに向けて頑張りたいねんと。そこはやっぱ幼なじみやからね、気使わへん仲ってのがいいよね。あ、これ行かへんかったらちょっとみんな気悪するかなとか、そういうとこ考えんでいいというか、まあユウとアユムやからこその会話やったかなと。ね、でまあまあそんな中でこう、しおり子はランジュとの幼馴染の思い出語ったけども、ランジュは何をするかわからんと。あれね、金八先生第5シリーズの名前忘れた、眼鏡の子みたいな、ちょっとちゃうけど多動性みたいな、
ちょっとちゃうか。うん。やけどまあね、その最近歩むのその何スクールアイドルとしての歩がもうなんかなんつったっけ、もう素敵やみたいなことね、それは照れるわな、そんなこと言われたら。でまた横顔を見るのが多くなったっていうのもまたいいね。舞台袖から見てるわけやから優は。確かね、あのちょっとあの二次学は去年の春アニメやったか、2期がね。で1期を確か一昨年の12月ぐらいに見てるんで、うん、ちょっとまあそこまで覚えていませんけれども、まあ、ユウはね、その、作曲とかその、裏方、その支える道で行きましたもんね、確か。で、音楽家に確か転入したかなんか、そんなったのね、普通科から。確かそんなったはずやったけど。うん。まあまあ、あのほのぼのした、いい話だったと思います。はい、ということで、24、11話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここから僕の自己紹介タイムなんで、興味のない方はここで切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマンスやってます。普段やればできる諦めない、これを伝えたくて主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてますけども、現在はコロナの影響により、3年1ヶ月ほど仕事がまともにない状態です。貯金だけでなんとかやってます。で3月3日までには48連休を経験しております。物価は上がる、10月1日からはインボイス制度というものがスタートして、収入の1割を持っていかれますね。どうやって生活していくんでしょうか。まあ、そんなね、もう不安しかない中でアニメのリアクション、去年4月25日に1回やめます宣言出したものの、1日も休まずやってます。今日で1087日目ですね。ただし、おととしの8月18日から2020年4月頭にかけての約1年5ヶ月分、推計2000本以上のリアクション動画、自らの手で削除させられてます。まあそんな悲劇をね、乗り越えてやってますけれども、13年以上使ってきているこのパフォーマーとしての本職のチャンネルでスタートしてしまったんで、昨年の9月の1日に新たに本職のチャンネルを作ってます。ぜひこっちの応援もよろしくお願いします。毎日19時に1本動画投稿します。URL は説明文に載っけてますんで、ぜひ1本でも再生していただいて、高評価チャンネル登録いただけると大変助かります。で過去のアニメのリアクションは再生リストに作品別にまとめてますんで、こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアク職人ことマジラジオ芸人浜田でした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。